料理初心者の室方くんが時短やヘルシーをテーマにしたイケてる料理に挑戦イケメシこんばんは室方ハ人ですよろしくお願いします今日料理を教えてくれる先生は料理科の本田洋一先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします皆さん今日はお豆腐を使ったこちらのレシピをご紹介しますヘルシーで栄養価も高い おかず入り豆腐材料ですもめん豆腐一丁鶏ももひき肉1 0 0ムなどご覧の材料をご用意くださいはいではまず村川さん入り豆腐なのでお豆腐から、はい、今日もめん豆腐です水気を切っていきたいんですけどキッチンペーパーの上にお豆腐を乗せてもう一段キッチンペーパー乗せてもらったらはい、グーッと押して潰してください 高さ半分ぐぐららいいになるぐらいまでちゃうゃ結構強く押していいです、ね、結構強く押して大丈夫そして潰れて大丈夫だし水分がそれによってこう豆腐が広がることによってもペーパーが吸ってくれます、うん、次に材料をカットしていこうまずは絹さや筋を取ってから斜め半分に続いて椎茸石づきを切って薄切りにしていこう人参は 短冊のように長方形に切る短冊切りにカットでよでは村上さん炒めていくんですがまず、はい、炒めるお豆腐様子を見ていきましょうおーなんかペーパーに水がだいぶ染み込んでます、うん、そうそうここで今日のイケメンポイント先にお豆腐だけを炒めることで水分を飛ばして味が入りやすくなりますではやっていきましょうお願いしますはいお豆腐を 入れて先に三分ぐらいかなちょっと水分を飛ばすようなイメージで炒めていきます先生ちょっとだけ色が変わってきましたはいはいそうそうそのぐらいねちょっと水分は残ってるんだけど少し飛ばした感じがいいのでそのぐらいになったら一度取り出しておいてくださいはいで同じフライパンで具材を炒めていきましょうはい豆腐を炒めたらフライパンにサラダ油を入れて 鶏ひき肉が白くなるまで炒めよう白くなってきたらそこにカットした具材を全て入れておよそ2分炒めていくよ野菜がしんなりしてきたら先ほどの豆腐を戻してさっと合わせていこうそうしたら味付け調味料を全て加えて混ぜ合わせていこう 調味料入れましたはい全体が馴染んで感じになってきたら今度は溶き卵を全体に回し入れてくださいはいそしたら,、OK、したらぐるっと大きく混ぜて卵に火が入れば OK です,そう,ですかそうそうそうじゃあ盛り付けしていきましょうはいメインのおかずにもなる栄養たっぷりの入り豆腐見た目も鮮やかです いただきます豆腐はそのホロホロで、うん、野菜はある程度食感残っててシャキシャキしてなんか優ししい味がしますね。ちょっとね懐かしい感じの味かなと思うんですけどまあでもにん,んとか卵が入ってることで栄養バランスもすごく常備菜としてもいいかと思いますで常備菜にする時にこうさっきの豆腐を潰してちょっといってあげるとお塩が中までしっかり入るので味がブレずに最後まで楽しんでもらえると思います ヘルシーで美味しい料理なので皆さん作ってみてください。